えー、週刊朝日がここにあるんですけども、まあ、これは、あのー、誰だあの、室井なんかが連載してるやつかな、確か、ね。そうですね。室井がしがみつく女っていうのを連載してて、えー。そうなんだけど、一番後ろのページのところに、あのー、似顔絵、山藤さんだっけ山藤さん山藤さん。ね、山,藤山藤さんの似顔絵があって、あのー、珍しいことに、ここにね、えー、私とあ、それから、鬼太郎が、 載ってるんですよ、ありがたいこと一般の方が描いてくださったやつでどうですか、この似顔絵、なんかね、これに載ってる似顔絵って、結構レベルが高いんですよね、パッと見で誰かわかるし、大竹さんもね、でも大竹さん、版画じゃない、白黒だけでね。 なんか、こう、本当太いペンでザッザッと書いた感じいや、ここに登場するし、これみんな、投稿でしょ投稿。そうですね。うまいよ。いや、めちゃくちゃうまいですよ。だって、あの、誰って文字見なくてもわかりまもんかね。またよしなんかもすぐわかるしね。わかりますね。あ、めぐ、隣のめぐいか。めぐみひどいね、それね。なんかひどい、ひどいデフォルメになってる。人の顔じゃないですよ、もすでに。顔じゃないね。このめぐみは、バックチョウわかりづらいかね。 はいはい、まあそんなのが載っててですね、はい、まあありがたいことでと思っておりますが、えー、倉蔵玉漫画家でね2番目得意じゃないですけど、うん、あのーうんうん、まあまあでも、うん、こうその中でも書きやすい顔書、うん、きにくい顔っていうのはありますねそれでこれを番組始める前にね蔵玉に言うて「蔵玉はんか漫画家だよね」って,ってでなんかちょっとしたら「あの藤原紀香」とかね ああそう、私の得意な似顔絵の中で、藤原紀香さんはとまと似るんですよ、私が描いても。難しそうなイメージありますけどね、俺なんか、俺の顔は簡単だと思うんだけど、俺の顔は難しいんだろう案外、私はちょっと難しいかなと思いますけどね、ゴールデンラジオだと、まちさんとかは描きやすそうかな。 ああ、マッチさんはね、漫画化しやすそうな感じの顔。あ、ちょっとインド人みたいに書けんだ。なんかこれ失敗したい。大丈夫。大丈夫。ギリギリセーフ。あとは。あとはそうですね。三浦さんとかね。三浦。ね せんべいみたいなもん書きゃいいんで、ね、なんか <laughs> 四角いせんべいみたいな書きゃい,やい,やいやそっちの方が失敗じゃないですか <laughs>。こっちが失敗ですか。<laughs> 今の方がいけなかったですか <laughs> もう口はね、難しい。大変だよね。難しいですいろいろなね、もうセクハラ問題とかたくさんね、お<ー>世間にあるけども、この番組なんかもう、ほもうひどい、ひどい、もうあっという間にもうあの、うん、苦情の嵐になることはもう間違いないね。でもね、 ね。まあ、そら、聞かなきゃいいじゃねえかみたいな、ちょっと、そんな言い方は酷でね、<laughs> そういう言い方は俺はしないけども、うん、いろんな番組があっていいよね。そうですね。いろんなのがあって、ねそういう中で、あの、皆さんがチャンネルをね、好きに合わせて。 まあね、大竹さんのお話聞きたい人はだいたいギリギリトークを聞かれたい方だと思うんで。大丈夫だと思いますけど。そうね。俺の番組なん俺の番組山の尾根みたいな言い方しないよ俺はこいつ転落するのかみたいな。そう、そう時アウトがね。切笛みたいな言い方しないよ俺は案外とこれでも王道行ってるつもりなんだから。本人は。で、それで、倉玉がその漫画をちょっと書いてくるよね。それで、それ書いてる横で、俺が 横からちょっと注文して「だってヌード書ける?」って聞いたらね「ヌード」もね書いてくれたのねあんまり何もね、うん、赤ペンでシャシャっと書いただけなので、うんうん、いやいやいやでも,もないんですけど、ね、赤ペンでシャシャって書いたねこのヌードがねちょっとそそるのよ <laughs> あで番組じゃねあ,のあれこうラジオだからねで俺はめったにしないんだけど あの、ツイッターの方では、あの、写真撮って、だから、うまく出、出てる言って、出てるあ、そう、出てるらしい。ね。あの、もし見たい方は、あの、見ていただいて。しかも、私が、あの、写真に撮ったやつじゃなくて、その写真に撮ったやつを、倉らたが、え、みんなに見せるのっていうことで、後でね、髪の毛をちょっと書き足したりね、まあ、あの、サインをしたりしてくれて、 プレゼントですラジオ聞いてる方に、ラジオ聴いてる方に分かんないよ、これ。ちゃんと書きましたよ、プレゼント、えー、い,いついこうあのつも書いてる紙は、俺があのメモ代わりに使うね、あのピラピラな無地の、ね、紙なんだけどね。そんなありがたみもない紙ですけど。いやいやいや、これ、でも、倉玉がね、あの何,何気に、そういうのをプレゼントするとかしないとか、ね、関係なく。 ちょっと描いてくれたヌード男の人のヌードとかもかけるの男の人のヌードの方が苦手ですねあそうなんですか何だろうやっぱり女の作家さんって割とそういう方多いと思うんですけど女性の体のほうが胸があったりウエストを細くしたりとかっていう特徴があるんですけど男性は筋肉で表現しないといけないのでちょっと筋肉のつき方がいまいち自分の頭の中で整理できてなくて でで女性はどうテレビによく出てて俺タッグなんかで言うとあれなした江口さんだって江口さとしさんだった東大なんとかみたいなの書いた人だったと思う江口さんでいいのかな江川のの達也さんで、ね、あ江川さんで、はい、ごめんなさいだいぶ違いますね <laughs> 絵しかあってないけど江川達也ちょっとひげんぼじゃんのね、はい、はいはいはいあの人の実家に取材で行ったことあってあそう すごいお家になんね、はい、のね屋上に風呂作って、まあえー、とんでもないとんでもないお宅なんだけどね、まあ、まあ、儲かってるそれいいんだけどうちに行ったらやっぱしねあの女性の若い女性のかなり精巧なヌードの写真が置いてあって全裸、えー、のやつねだからデッサンでやっぱ描いてるんだねあ自分のイラストですか そうイラストってそそ<の>そうそうそうだから多分な誰かモデルさんか何か来てもらって全裸のやつそれはもう本当にちょっとこう綺麗で,でちょっとやっぱりエロチックなんだようん、うん、それはまあ,あの漫画漫画,漫画って言えば漫画なのかな,かのかなあ分かんないなんて言うんだろうね。 だねねでも江川さんは確かに女体がエロいというかね結構漫画でも割とヌードかれそういうのに蔵玉も男性のんか「ポコチンあり」みたいなのは描いてないあんまりギャグ漫画でねちょっと出てきたことありますけどどうしてもやっぱりあんまり色気がある絵は描けないですよね。 でも「ポコチンなんかはちょっとおふざけっぽく書かなくもないよね。であんまりエロくなならいですよね私に限らず女体とかそのエロっぽいものを書かせたら男性の方が生々しいものを書かれる方は圧倒的に多いですね。ああそうは男性作家の方の方がうんとエロいものを書きますね。 で、いや小説なんかでもそうかね、やっぱりなんか女の人もたまに書くじゃん。官能小説、うん、私、のうん、あのー。昔審査員をちょっとやったことがあるぐらい、結構読み込んでるんですけど。はいはいはい。あのー、男性が書くものと女性が書くもの、だいぶやっぱり。毛色が違うというか、違いがありますね。あ,あ、そう。はいあ。どっちが好きでした?うん。うーんとね、や。 やっぱり男性が書くものの方が私は好きですかね。ただジャンルがいろいろあって全く乗れないジャンルっていうのもありますね。<laughs> どんなジャンル？私ね全然乗れないのが彼、うん、の,のジャンルでは多いんですけど、偽物、うん、とか。あ、義理のお母さんに恋をして、ねはい、こういろいろその手ほどきをしてもらうっていうその若い男がまだ女性経験がない若い男がそのこうね、か、うん、あ,あそうね年上の人にそれは乗れない。乗れない。 話としてはあんまりなんか好きじゃない、ね、俺もそうでも、ね、でも今太田さん反応は、ね、早かったいやいやもう圧倒的に av とかで多いジャンル<っ>すごく,あすごくすねあの一大ジャンルなんですよ、うん、一大ジャンル基本もの女教師ものとか、うん、そのこう年上とかそのそのね、うん、あの寝れたお姉さんが あの未熟な若い男にこう教えを教えるっていうパターン、それはもうすごいジャンル、ですよねああ、そうなのか、うん。もしくは、若い男の人が、ずーっと年の離れた義理のお母さんに憧れて、好きだ好きだって言って、体ごとぶつかってって、だめよだめよって言ってるうちに巻き込まれていって、盛り上がっていくっていうのも一大、ねね、ジャンルはのになてありですでるん。<laughs> <laughs> 読み読み込んでますね、<laughs> そのジャンルを <laughs> 私好きな。好きなジャンルなんで。俺はそのジャンルはいかないな。あそうですかえおじゃあ、大竹さんがお好きなジャンルってどんなジャンルですか俺どう、俺ね、まあ、そう、それ。 昔のあるね。実践派だから。妄想じゃなくて実践派ですね。俺、自分で言って確かめられたから、その、なんかこの、なんていうの漫画で、おこれとかって言う、ちょっと俺、どのジャンルって言うとそんなにはない。実践で言えばオールジャンルですからね。そういうことなんですかね。 じゃあ逆に言くけど、好きなジャンルはあるのそれは別にないのえ、ありますけど、ちょっとここで言いづらいのがありますね。ああ、そう言いづらいのしょうがないね。はい、ね言いづらいのはね、わざわざラジオでね、<laughs> 俺ってそんな理不尽じゃないよね、そんな聞くほどのことは。で、どのジャンル <laughs> <laughs>